こんにちは、白川隆二です。皆さん、7月28日公開の白川隆二映画初挑戦の村雲見ていただけたでしょうか。今日は映画村雲公開記念ということで、素晴らしいコラボとなっております。それではお呼びいたします。アクション俳優古賀美月さんです。こんにちは、古賀です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回アクションそして演技初経験で映画村雲に初出演したんですけれども、古賀さんにたくさん演技指導をしていただいて、キレキレな芝居してましたね。本当に教えていただいたら大変助かりました。もう本当白川先生がね、もう初心者のつもりでっていうか、こんだけ初心者なんで武術極められてるのに、アクションももう一からじゃなくてゼロから、もう本当に学ぶ姿勢がすごかったんで、僕ももうなんか初心に戻って一緒にできたんで、古賀さんと一緒にもう本当に出演できたことは大変嬉しく思います。こちらこそです。ぜひ皆さん映画村雲よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、古賀さんは一流のアクションスターですけれども、ボクシング16歳から鬼塚選手の下でやられてたんですよね。そうですね、あの付き人させていただいて、いろいろと、はい、背中を見て、はい、ボクシング世界チャンピオンの鬼塚選手のもうセコンドにもついてたんですよね。セコンドの、はい、お手伝いをさせて、さらにボクシングスキルが高いだけじゃなくて、シュート、総合格闘技シュートのトレーナーの資格も持ってた。ですので、ボクシングの技術、さらにボクシングトレーナーとしての技術、トレーナーとしてのやっぱりその実績もあるんですよね。はい、人を教えるのは結構好きで、今回はですね、古賀さんにもぜひボクシングのこうディフェンス技術っていうのを教わりたいんですよ。ディフェンスすごく僕は大事だと思う。いや、本当大事ですよね。はい、はい、ぜひボクシングのディフェンス技術を教えてください。はい、よろしくお願いします。美しい合気道。ボクシングって言っても、はい、これがボクシングだよっていうのってなくて、いろんなアメリカ行ったり、はい、あとタイでムエタイとかもやったりして、はい、いろんな国回って、国ごとにスタイルって違うし、はい、細かく言うとジムごとにも違うし、ジムの中でもトレーナーごとに実は細かく違うので、空手の流派が違うように、はいはい、ボクシングの中でも結構細かく違ってたりするんで、僕は結構まあ割といろんな海外の名トレーナーさんとかを何人か渡って、はいはい、あ、この教え方いいなっていうのをこういいとこ取りして自分流にしてったっていうとこなので、これがボクシングだよではないんですけど、はい、僕流ということで、はいはいはい、ディフェンスなんですけど、はい、割と上半身が的になってるんで、はい、上半身で避けるって思われがちなんですけど、はい、実はまずダッキングっていうのをやります、はいはい、この頭で富士山を描くように、はい、あの避けていくんですけど、はい、でこれって実は上半身だけで避けようとすると、はい、相手が打ってきました、右でしょ、打ってきました、上半身で避けようとすると腰曲がってるじゃないですか、はい、そうすると相手のパンチ見るために顎が上がる、そうすると上がった顎にパンチ食らったら脳が揺れて効いちゃうんですよね、はい、っていうことは顎引いたままパンチを避けるためには膝なんですよ。膝で避ける。でこの時に僕が一番意識してるのは母子球です。母子球、左足と右足の母子球でまず地面を僕は支えます、常に。でこの左と右の母子球をキュッと回転させて、はい、膝を畳んであげるとちょうど富士山のこの、はい、しゃがんだところ、はい、で上がる。今度は右足のかかとで回転して、はい、でこれを繰り返していけば自然とディフェンスのこの富士山が描けるようになっていく、はい、グッ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 、そういうことです、はいはい、そうすると顎を引いたままちゃんと相手のパンチが避けれるっていう風になります。わかりやすいですね、こう富士山をイメージ。富士山、はい、ですね、はい、母子球なんですよ、やっぱり母子球なんです。僕はもう常にまあ他の格闘技も学んでたからなのか分かんないですけど、はい、母子球をすごく意識することが多くて、はいはい、常に母子球で、はい、あの体重移動も全て、はい、スタートも母子球で、避けるのも母子球っていう感じで、はいはい、やってます。あ、そうだ、これ一個大事なことで、はい、あの僕の場合はあの肩幅ぐらいの正方形を、はい、対角線上に足を置くんですけど、はい、この足と足で描いた正方形の外に頭が出ると、はい、あのバランス悪くなるっていう、はい、そうすると
片足に体重がかかりすぎちゃうので、はい、そのタイミングでパンチもらったらそれもまた効いてなくてもダウンしちゃう、はい、もったいないので必ず、まあ、軸はもう全然ないこと一緒ですよ、はい、常にもう軸はへその下、へその下に置いとく、はい、それを母子球で全然ないことするみたいな、はい、っていう、はい、なので縦に揃いすぎるとこれが、はい、頭が必ず出ちゃうので、はい、出ないように、はい、じゃあお願いします、はいはい、お、はい、ゆっくりで最初は最初はスピードよりも綺麗な寄せ、はい、あー綺麗です綺麗です、お、スピードがちょっと上がってきましたね、いいですね、はい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 、 OK です、はい、ありがとうございます、はい、で、だんだん慣れてきたら、はい、今結構綺麗にガンって避けてましたけど、はい、もう慣れてきたらもうほんとスレスレぐらい、はい、これやっていくと余裕が出てくるので、はい、だんだんできるようになる、スレスレ、はいはい、でも今すごく綺麗だったので、はい、もうそのまま徐々にスピード上げていけば、はい、スピード上がった中でも綺麗さは保てると思うので、はい、ありがとうございます、はいはい、ということで、はい、今ので、まあ、ストレート系を体で避ける、ね、ダッキングですね、はいはい、で次、はい、相手のフック系のパンチを避けるリービングっていう避け方です、はい、これもやってることってほぼ一緒なんですけど、はい、これに関しては来たパンチに対して真下にしゃがむ、はい、でここのタイミングで僕は母子球回転を使って上がるっていう、スタートする回転なんですね、はい、今度は英語の U の字、あ、はいで、これが絶対英語の V の字になっちゃうと相手のパンチにカウンターで突っ込んでいくことになっちゃうので必ず真下、はい、スッとで真下で回って当たる、だ真下にしゃがんだ時に母子球と母子球でクッとクッと回転したいっていう、で、これをじゃあ最初伸ばしたところでここに対して自分の中でこうくぐる、でこれもさっきと一緒で腰で避けないように、はい、膝で腰球とか膝で腰球、はい、綺麗、さすがだわさすがです、うん、綺麗です、うん、綺麗です、さすがでございます、腰球使う動きですね、これ合気道も腰球、やっぱそうですよね、はい、ただ合気道の場合はなるべく一直線の半身を取るんですけど、この足が、どうしたらこんな足になるの、国宝級の足ですそんなことない、これがウィービングなんですね、そうなんです、で、はい、今教えたことを母子球でやれてると、はい、母子球で避けと一緒にタメが作れるんですよ、はい、っていうことはストレートを母子球の回転で避けました、はい、でここでちゃんとバランス取ってこの母子球の回転ができてると、はい、避けた時にはもうタメができてるんで、はい、回転を戻せば攻撃になるんですよ、スッてもここでタメができてるんで、はいはい、上半身だけで避けちゃうと、はい、こっからすぐ打ったらタメができない、はい、タメるにはちょっとタイミングが遅れる、はい、ディフェンスイコールもオフェンスのチャンスなんで、で相手が打ってる時って、はい、ちょっと隙が生まれるじゃないですか、はい、攻撃には、はい、なので避けた時にすぐバン打てる、でウィービングとかももうフックの合わせでこの回転ができてればそのままボディでカウンター入れれるっていう、そのための膝の動きも上がるし、避けた後もタイミング合えばしっかり出せるしっていう、なので最後にスパーリングも、はいね、僕のチャンネルで実はちょっとスパーリングというかさせていただいたんですけど、それでワンツーフックいってみようか、いつもの、はいはい、いつもの、はいはい、まずこう構えたら、はい、ジャブは自分の右手でパーリング、はいはいはい、で、ミニストレートはダッキング、はい、で、その後フックが来るので、はい、バンク、はい、ドンツっていう感じですね、最初はパーリング、ダッキングから U の字、はいはい、パーリング富士山 U の字です、パーリング富士山というのはい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 は
はい、OK です。あ、難しいですね。とても綺麗です。いえいえ、さすがです。はい、難しいですね、これたくさん繰り返さないと。はい、本当もう繰り返しなんですよね。頭で考えては避けれないので、はい、もうこれが本当に体に植え付いて、自分で気づいた時にはもう避けてたっていうぐらい癖づけるっていうのが、はい、練習してですね、はいはい、そうですね、完全にもう反復練習の賜物になっていくと思います。はい、せっかくなんで、はい、グローブつけて、もう本格的な、はいはい、マススパー形式で、はい、ちょっとね、はい、今のディフェンス使いながらやってみますか。はい、やってみたいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。美しい合気道ということで、じゃあ、はい、平川先生、はい、あの、まあ、決め事を作った中で、はい、ただリアルに行かせていただきます。はい、打っていいのはワンツーフックのみにしましょう。ワンツーフック、はい、なので、はい、避け方としてはさっきのファーリング、はい、ダッキング、キング、ウィーリングのコンビネーション、はい、なので、はいはい、白川先生にも今教えたようにワンツーフック打ってもらって、はい、交互交互で1分半ぐらいいきますか。はい、はい、ぐらいの攻防をやってみましょう。はい、わ、はい、かりました。はい、よろしくお願いします。はい、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 もう一回いきます。はい、はい、ナイス。はい、ナイス。大丈夫です。ナイス。難しいですね。でもやっぱ途中からスイッチが入りますね。また新しい動き覚えました。ありがとうございます。ありがとうございます。繰り返さないとなかなか身につかないですよね。そうですね。はい、でもやっぱりこう約束事の中でも、はい、タイミングの方がすごいいい傾向になりますね。そうなんですよ。はい、相手の呼吸、肩の動き。そうですね。はい、でなんかちょっとフェイントも入れながらとか。はい。大変勉強になりました。ありがとうございます。どうもありがとうございます。小川さんも新しく YouTube チャンネルを始められたんですね。あ、そうですね。リニューというか、はい、はい、で、ぜひ皆さん小川さんのチャンネルご覧ください。小川さんと、はい、モンスター TV、 モンスター TV ですよね、はい、モンスター TV チャンネルぜひご覧ください。ありがとうございます。はい、ということで皆様ご視聴ありがとうございました。今初めて明かされる美しい合気道の秘密、難しい専門用語を分かりやすく独自に言語化、 QR コードでいつでもどこでも動画が視聴できる、こだわりの美しい写真と美しい動画、臨場感のある解説動画、全200ページで送る美しい合気道の全てがここに。書籍美しい合気道角川より発売。